私が朝からこんなに元気なわけ、それはね、朝起きた時から髪が決まってるから。誕生パンテーンビタミルクトリートメント。パンテーン史上最高濃度のプロビタミン処方で、夜お風呂上がりのゴールデンタイムにケア、翌朝お決まってる、ツヤ弾む髪、朝が変わる、寝癖フリーな髪へ、 Go for Beautiful パンテーン。綺麗ね、うん、表情もいい。はい、朝いいよ。カット OK。 はい、OK。いやー、ヨガのシーンはすごい大変でしたね。そのヨガのポーズをしながら、こう髪の、あの綺麗なところを抜くっていうところがすごくあったので、そこでやっぱりこう、ポーズのまんまフリーズしてないといけないっていうところはすごく大変でしたね。もう夜のお風呂上がりの濡れた髪に使うものなんですけど、本当に一回使っただけで、ちょっと今までとちょっと違うなっていうのが実感できて、こうスーッと髪の中にこう浸透していく感じが分かって、で、なんだろうな、すごい、こう、スタイリングが、しやすいんじゃないかなっていうふうに思って、なんかこう、朝起きた時の、あの、髪の感じが、その夜にケアしたその時のまんまで、こう、起きて実感できるっていう感じでした。一番割と重要視しているのが、睡眠なんですけど、その睡眠を、より良くするためにアロマを焚いたりだとか、自分の好きな匂いをこう嗅いで寝るんですけど、それがしなくてもいいぐらい、そのパンテーンの香りがいいっていうことに気づいて、それがすごく嬉しかったですね。パンテーンをつけて寝るだけですごいいい睡眠が取れそうな、すごい気がしました。それはもちろんですね。まあ男性もそうだと思うんですが、女性は特にやっぱり髪が決まっていると、その日の一日のこうコンディションっていうものがすごく左右されると思うので、私も小さい頃からこう髪型が決まってなかったり、髪の毛のコンディションが悪いとすごい不機嫌だったので、それがこう自分でケアできる、自分でコンディションを整えられるっていうのはすごくいいことだなっていうふうに思いました。仕事で結構不規則な睡眠時間になるので、まあゴールデンタイムに、まあそのビタミルクトリートメントを使って朝のケアをなくして、こう朝ゆっくり寝坊ができるようにしたりとか、睡眠を多く取れるようにするのがすごくいいなと思いますね。朝起きた時から髪が決まってるって最高。誕生パンテーン史上最高濃度のプロビタミン処方トリートメント。決まってる、寝癖フリーな髪へ、朝が変わる、パンテーン。